こんにちは、メグです。今日のエピソードは花子さんの夏休みエピソード1です。このエピソードは JLPT N5 レベルです。花子さんの夏休み。花子さんは毎年夏休みにおばあさんの家へ行きます。夏休みは1週間です。おばあさんの家は花子さんの家から遠いです。花子さんは毎年車で行きます。おばあさんの家まで車で3時間です。今年も花子さんは車でおばあさんの家へ行きま、あれ？車が。花子さんは車で行きたいです。でも、花子さんは新幹線でおばあさんの家へ行きます。花子さんは初めて新幹線に乗ります。駅でお弁当とお茶を買いました。花子さんのおばあさんは甘いお菓子がとても好きです。ですからお土産に甘いお菓子も買いました。おばあさんの家の近くに花子さんの友達の家があります。花子さんは友達にお土産を買いました。友達は辛い食べ物が好きです。ですから辛いお菓子を買いました。新幹線が来ました。花子さんは新幹線に乗りました。そして切符を見ました。席は 1A。あ、ここだ。花子さんは座りました。お弁当を食べよう。花子さんはカバンからお弁当を出しました。そしてテーブルに置きました。いただきます。すみません。女の人がいます。はい。ここ、1A ですよね。女の人が花子さんに聞きました。はい、そうです。どうしましたか？1A は私の席です。え？これ私の切符です。1A ですよ。花子さんは女の人に切符を見せました。女の人は花子さんの切符を見ます。そして女の人の切符も見ます。もう一度花子さんの切符を見ます。あ、女の人は花子さんの切符を見ました。そして笑いました。え、どうしましたか？花子さんは女の人に聞きました。女の人は花子さんに花子さんの切符を見せました。そして言いました。ここは2号車ですよ。花子さんは切符を見ました。そして言いました。え？ 1A。あ、3号車。すみません。女の人は笑いました。花子さんも笑いました。ありがとうございました。このエピソードのクイズがあります。ぜひクイズにチャレンジしてください。ではまた。